こっち来て。あ、こっち来た。おーい。うわーい。ハロー。すごいですよ、これ。こんな。もうほんと。すごい。近い。わ、君わかってるね。びっくり。今すごいカメラサービスとしか思えない行動だったな。やっぱり遠くのあの辺に止まっちゃう。あ、来た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 。あ、この子も体大きいね。マーキングしてる。あれかな、春だから。春はね、ちょっとね、発情期なんだよね。おお、おお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 、いいね、いいね、いいね。やっほー。なんかさ、何してんの。やっと落ち着きました。おじいちゃん、わあ、こんな、こんな、さあ見てくれみたいな食べ方。よあ、おっそ。Yeah, I was thinking that we need to go early because that's when they come out. Eh, now they're going to be inside sleeping. Yeah. Oh my god. Yeah. Oh my god. Mama, what are they? Bubble. Yeah, he's playing. See? Wow. Oh, it's mid morning snow. Yeah. Oh my god. 行ってしまわれた。でも今神がかってたよ。こんなさあ見ようみたいなとこで、そして金色の門を残して、すごいよこれ。だってすごい細かく書いてある2頭の違いを。こっちのティエンティエンは、ティエンティエンはこのね、サイズ、アイズ、いろいろ書いてありますけど、このレッグ、ブラックニーソックス、このなんていうの、女子高生が履いてるみたいな、膝の膝までの靴下を履いてるわけですよ。そしてこっちのメイシャの方はストッキングを履いてるんだって。何その説明。その違い、その違い分かるってここすごいと思う、絶対。確かにちょっと長いかもしれない。靴長いっていうか、この靴下っぽいかも。でこっちの子はストッキングっぽいかって言われてもわかんないんだけど。でもなんかこれすごい細かいから、これ見たら多分みんなも個性がわかるんじゃないかな。でもこっちの子の方が多分、この女の子の方が黒目の、黒目っていうか黒い縁が大きい、なんかね、黒い縁が大きい方が活発に見えるって言ってたよ。でこっちの子はちょっと周りがシュッとしてて、なんか利口そうに見えるよね。まあなんかこれだけ細かく書いといて感心するけど、なんかここに「Meet Our Bears」って書いてあるのはちょっと納得いかないよね。